スキルとか取っていったら技どんどん覚えるのかな、魔法使いとして。何これは。ん？お、あ、ここに戻ってこれると。なるほどね。で、あとなんか印ついてるやつは、あー、斧が作れる。斧かな、ピッケルかな、どっちかわかんないけど作れますね。で、あと、あ、これが装備だ。装備も、なんか作れるね、これで。オッケーオッケーオッケー。この二つを作れってこことか。じゃあ、木を回収して、木と石が必要なのか。木と石だね。これ別に魔法使わなくてもさ。あ、いけるね、手。素手で。これをマインクラウドと一緒か。素手でぶっ壊せるね。これは何？これを持って帰ろう。わ、面白いし。あ、夕方なってきた、夕方なってきた。やばいやばいやばい。夜になったらおそらくゾンビ系が出てくるでしょう。回収急げ。よし。で、石が、石は洞窟、あー、いや、この辺いっぱいあるな。石も素手で回収できる。うわ、面白い。早く装備欲しい。このパジャマじゃなくてさ、このルーム着じゃなくてさ、別の、もっとちゃんとした魔法使いになりたいよ。これは？これ作って、これを作るには？なんか布が必要なのか。あ、布。布は？これはなんだ？コットン。これで布が作れると。作って、んで、装備を作る。ああ、もう本当に、なんかマインクラウトやってる感覚でできますね。あと、ここ作った。おお、魔法使い、魔法使い。これは？これ壊しちゃっていいんじゃない？あー、置いちゃった、置いちゃった。ちょっと待って。これを。待って、夜になったからベッドとか作らなきゃいけないけど、この辺の、ここ拠点にしろってことでしょ？この辺のなんか壊れてる家具を壊して、よいしょ。よし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 。で、これ真ん中じゃなくて、はい、端っこに置きたい。こうか。これか。あ、松明作れないの？松明。あ、これか。あ、トーチ作れますね。松明、あ、松明もこのコットンが必要か。松明。あ、松明は持つだけでも明るいのか。いいね。ここと、ここ？すごい！ちょっとまず拠点作りでしょ。これ一個作るじゃん。ほいと。ここが気になる。んで？置ける？置けるね。で、あと木材で、これと屋根もいるね。この木材は、ここいける？いけますね、いけますね、いけますね。やばいやばいやばい。こうして、あ、オッケー、目的も達成された。よいしょ。あ、もうなんか勝手に家っぽくなるんだ、これ。こう繋げたら、ほら。あとじゃあ、藁のこれ、屋根だけやればいいの？ベッド作りたい、ベッド。うわ、足りてないな。あ、で、夜になったら、ゾンビが、ゾンビ湧いてない？あ、なんか鳥？鳥？鳥じゃないな。なんだ？なんかいる。おーおーおー、あ、かわいい。ペットと、あ、エッグ。これペットとかさ、あ、卵これ育てたりできないのかな？ペットいないのかな？すげえ面白いぞ、これ。さあさあさあ、経験値もらえない？あ、もらえるね。レベル上げたい。よいしょ。あ、ポータルこれやってなかったね。ポータルを、これ多分4つ、1、ネザーゲートと同じ感じ？これで目的完了と。まだでも次のマップには行かない方がいいよね。あ、なに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 、え？わわわわわ、ちょっと待って、ちょっと待って、光ってる。これ、あ、待って、これ、
レアスポーンじゃない？ナイト、ナイト、なんちゃらナイト、ホラーナイト、ゾンビ、ゾンビナイトってことか。ゾンビ騎士。おら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 。あれ、これ魔法使い強くね？もうヒーロー慣れてんじゃん、こんなの。おお、あ、レアドロップじゃないわ。レアドロップじゃん、あの、レアスポーンじゃなかった。あー、こっからは無理。この距離ならいける。二人はきついぞ。ちゃんと、ちょっと待って、やばい、危ない。あ、なんか魔法使ってきた。魔法騎士か、こいつら。おらー、オッケー、よし、逃げろ。あ、経験値おいしい。よし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 。おら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 。魔法使い楽しいんだけど、これ弓使いとかもやってみたいな。あ、朝になったか。逃げられた、逃げられた。くそー。まあでも木とかも回収できたぞ、いっぱい。よし、一旦拠点に戻ろうか。これが屋根になるから、これ作りたいんだよね。全然足らないや。これを取ってこなきゃな。で、これだ。これを作って、とりあえず装備を揃えちゃわなきゃダメなんだな。足と手だ。これで装備を。オッケー、魔法使い完了しました。リングはなんか、宝箱系かな、おそらく。おお、魔法使い、魔法使い。魔法使いっぽいよ。藁のこの家を完成させたいから、藁だよね、これ多分。素材、もっと素材必要だな。ほい。よーし。これで、あ、レベル2になった。すごい、面白い。ほい。プラス。で、スキルは？これが取れる？これは何だろう？マジックマインド。攻撃力アップとかかな？なんかそんな気がする。ためとかできないのかな？あ、待って、もう杖が壊れたかな？これ。壊れてはないんだろうけど、そろそろ新しい杖をやんなきゃいけないってことか。よーし、ただいまー。結構回収してきたよ。藁。どれくらい作れる？こんだけあったら足りるんじゃない？で、お、できた、できた。これで足りるかな？こんだけあれば足りる。56個。この規模56個。あ、微妙に足りない気がするけど、こっから屋根に上がって、いや、こっち側から修復していこうか。あー、ツールが壊れたっていうか、ベッド作んなきゃな。ベッドはこれか。コットンのこれが必要と。これを作ったらベッド。あと、これ新しいのと、杖も作れるよね。オッケー、杖も新しい。この鉱石、まあいっか。杖作って、この二つは捨てると。ベッドは、ベッドこっちかな。窓際、こうがいいな。こうするか。で、ん？あ、寝れない。あ、ベッドは別に寝るためっていうわけではないのかな。あれ？ベッド寝れないですね、このゲーム。あれか、夜は夜で作業しろってことかな。そういうことか。
あ、そうなんだ。そう、まあ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 、そんな夜が鬼畜ってわけではないから。ただ暗いだけでちゃんと拠点しっかり作ったら。うわー、敵が溢れてるね。ちょっとレベル上げしたいから敵狩りしようかな。最後、あ、ここだな。最後ここをこうしたら完成。あ、完成ってなっても何も目的はないから、オッケーオッケー。とりあえず拠点綺麗になったよ。待って、旗をさこの旗をここに刺すとかじゃないのこれ、ほら、そっちが玄関だよね。こうど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 う、俺の拠点いいねいいね、拠点完成です。拠点いいじゃんいいじゃんいいじゃん。これあれだな、もうやることがこの世界なくなってきてるから、そろそろ次の世界に行っていいのかな。あ、ポーション作っとこう。これ多分ここが多分拠点ってなるんだと思う。拠点、うん、自分の家だよね。マップ見る限りここが、あ、何次ここが家になるから、ここはどんどん成長していくってことだよね。よし、じゃあ次の世界に行きたいと思います。行くよ、へい、ゴー。あ、タイムマシンレベル2。 あ、砂漠か。なるほどね。ステージ2は砂漠になりましたね。ここもダンジョンあるのかな。